どうも、月刊地図伝編集長のヤスです。どうも。寒いね。風が強い。いい天気よ。いい天気なんだけどね。風が強いね。雲一つない。最高です。はい、始まりました。兄弟です。はい、今日はこちら千匹一号屋に来ています。いちご狩りです。行ったことある？行ったことない。バカにすんなよお前。バカにすんなよ。親の愛情を受けてるよ俺だって。ある。受けてるよ。子供の頃ね。ここ千匹一号屋は越谷市レイクタウンにあるいちご屋なんですけど、はい、なんか越谷ってちょっとこういちごで有名になろうとしてるみたいな感じですかね。へー。あ、そうなんだ。多分。あ、ここにもいた。あ、ストロングベリーじゃん。ストロングベリーじゃん。新さんのところでね、出会った。おじゃる丸描いてる人のね。はい、いっぱいあるんだね。いっぱいあるみたいですね。それよりもさ、俺気になったんだけどさ、うん、この千匹ってさ、千匹屋の千匹？そう、同じ感じじゃん。ぽいよね。どうなんですか？千匹屋ってここの千匹から買ったらしいんだ。あ、ここって発祥なの？そう、ここが千匹っていう地名で、千匹屋がその千匹から取ったっていう。へー、なんで取ったんだろう。知らないっす。え、なんか知らないっす。なんで取ったんだろう、わざわざ。出身なのかな、こことか。なんかゆかりがあるのかな、もしかしたら。ちょっと調べてみます。公表はしてないかもしれないですけど、ね、今日はここでいちご狩り体験していきたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。それでは行きましょう。月中2番のお客様はこちらの前の方でお待ちください。最初はですね、こちらの 1,2,3 箇所のここまでは秋姫で酸味が少なくて柔らかいいちごで、中からなくてもお子さんが食べやすいタイプのいちごがありますので味を見てください。下段の方には2番目の弥生姫でありますので、4箇所の方に真ん中の方に淡やかさのちょっと真っ赤のいちごが結構あるので味見てください。あの大人が好きなタイプの味になります。じゃあ今度ですね、3番目こちらですね。名前が香りのっていい匂いがするいちごですので、網があります。網の下の方で絡んで隠れてるから、ぜひ上下同時に見ながら召し上がってみてください。紅ホップの石があるんですね。甘酸っぱくてさっぱりするので、時計前の紅ホップは若干量が少なくて、時計の奥の方に赤いイチゴが多いんですが、じゃあ最後ですね、おいこという品種があります。おいこ食べたいな、ね、一番硬いなんですね。今10分になりましたので、これからスタートして40分までどうぞ召し上がってください。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。月中もう一個から行こう、もう一個から行こう。もう、もう一個、もうひたすらもう一個ってこと。もう一個しよう。何年ぶりだろう。すごいじゃん。5年、俺も5年ぶりかもしんない。いや、安は5年ぶりじゃん。うん、俺は3年ぶりだから。あ、そうなんだ。俺多分記憶ないもん。これ美味しそう、これ美味しそうだな。あげるよ。いいよ、いいよ。あげるよ。俺のおごりだ。もう一個いただきます。うん、うん、おいしい。うん、甘いね。確かにもう一個ってなるわ。これ大きいね。俺らもこういうの取れたよね。取れた。あれもう一個だったのかな。いつかとかじゃないの。うん、めちゃめちゃうまい。しかもなんかさ、ここさ水耕栽培じゃないっぽいよ。うん、ちゃんと土で。そう、土通りでなんか奥深い味してるもん。違いわかんのかい。師匠に教わってるから。なんかさ、普通にこれうめえなと思ってさ、水耕栽培もいけるやんと思ったら全然土じゃなかったわ。ガンガン土だ、うん、これ。これちっちゃくてもあれなんか。ちっちゃいのがいい、赤ちゃんの方がいいって。真っ赤っか。うまっ。超うまい。いいな。超うまい。来週も来週来るわ。月中ここは紅ほっぺ。紅ほっぺ行きましょう。あ、これはこれ。あ、いいじゃん。いい。本当かわいいね。うん、ちょっと酸っぱい。うん、そうだね。でもさっぱりするね。うん、さっぱりするこれ。こっちの方がね、口に残る甘さの抜けが早い。うん、でもそれは、うん、そうかも。ダメだ、ヤスに求めちゃう。香りが固めで果汁が多い。さっぱりとした甘さ。
黒じゃん。いただきます。最高から食べやがって。あ、うまいわこれ。うまい、うまい、うまい。多分甘みはね、そんなに多くない。深いね、匂いが全然違う。うん、うん、さっぱりしてみずみずしいね。美味しい、うん、すごい。もうやす撮影のことは忘れてるよ絶対。すごいすごい撮ってるもん。もううちの甥っ子みたいな。月中愛媛弥生姫。あれ、え、弥生姫、秋姫。本当かな、それ下の段だからあれじゃない。あ、これ弥生姫です。違いの分かる男じゃない。初めて食ったの当たる。天才だよ。さっきそうやって書いてあった気がする。え、ちょっとないね。ないね、ここはないね。ここで味変のね。これどうしたの、ん、これにどうしたの。これ250円で購入できます。課金したの。はい、課金アイテムだ。課金アイテムだ。やった、練乳だ。何でもいけるか。下手でもいける。下手でもいける。、まあ、確かにね。何でも甘くなるからね。久しぶりに俺練乳食って一番食うわ。いや俺もそうだよ。練乳がうまい。鼻水出るもんだ。これ何、これ驚異的なうまさじゃん。練乳うまいな。練乳うまい。なんだろう、このさっぱりした甘さをさ補填するこの濃厚な甘みね。うまっ。ちゃんと普通の食べて、うん、やっぱ飽きてきた時にね、うん、品種を選ばないから練乳があれば。確かに。そう、さっきみたいに甘みがどうとかさ、練乳なくても十分よ、美味しさ的には、うん、十分。月中、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いっぱい食ったね。いっぱい食った。ちなみに何個食べました。もう私からね。はい、私62個いやいや、それは編集でやってくれるからこれ。え、なんでそんなもんじゃないのみんな。俺先言えばよかったわ。俺結構食ったと思ったんだよね。何食ったの。55。あ、50。あーら、あー強い子だ。うん、でも食ってんじゃない。結構食ってるよね。55食ってる。うん、62。いつの間にそんな食べてたの。いやいや、だってもう歩いてる間にこう撮って。久しぶりに一応割りはいいもんですね。いいね、最高だったよ。いい、ね、最高だね。いや美味しかった。なんか思ったよりね、うん、なんかいちご狩りってこんな美味しかったっけ。いや確かに、確かにそれはすげえ思ったわ。やっぱりそれはあれじゃないですか、千匹いちご園さんだからじゃないですか。そうですね、ここ千匹いちご園は1月から5月末ぐらいまでやってるみたいです。ほう。で多分ピーク時は1月からまあ3月ぐらいで、大人が2000円、子供が1300円、うん、で4月から5月は、まあ、ちょっと多分収穫量が落ちるのか分かんないですけど、もうちょっと安くなってやってるみたいなんで、うん、まあ、ぜひ越谷に来た際は千匹10円来てみてください。概要欄に貼ってきますのでチェックお願いします。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回の兄弟もお楽しみに。ではまた。